ファンタジスタ、翔さんです。どうも、おばれです。絶対に鳴らしてはいけないチキン対決。こんにちは。知ってますかこれ。チキンです。こうやって押すと、鳴るというアイテムなんですけど、これを絶対に何をされても鳴らしてはいけないっていう対決を今日はしようかなと思います。ちょっとでも押しちゃうと、こう鳴るのよ。何してもいいの？何してもいい。力入れさせるようなことをやる。じゃあまずは、先攻後攻決めていきたいと思います。最初はグーじゃけんぽい。何をやりますか？ビンタです。うわっやる前じゃん。めっちゃ汗かいてきた。本当に嫌なの？きたきたきたもうやってた今。なってた。2回なってた。俺もちょっとビンタ。あー、怖えな。いきます。はい。あー、ちょっと待って、なってないんだけど。大丈夫だった？ごめん。嘘でしょ。じゃあもうこれは俺の勝利だよね。強っ。これだとちょっとダメです。鳴らせなくなるまで終われませんしますか？いや、もう対決で終わりでいいんじゃない？うん、動画的には無理だから鳴らせなくなるまで終われません。俺がってこと？はい。あちゃあケツバットでやります。うわっ、あげろ、あげろ、ボディーブロー。軽めから重めにいこうよ。ああ、全然、全然いける。全然今。ペしてんのかな、と思った。何じゃ。すね毛抜き。これやったー、マジで。早く早く !3、2、どうするよ。何だったら自信あんのよ。耐えない系だよね。耐えない系？こちょこちょ？こちょこちょ？あー、なるほどね。ちょっと、いや、触ってない。きつい。脇に来るって分かる時点でもうちょっときついわ。これ無理だ。きつ。もうないんじゃない？じゃあこれで殴って音出ないかったらもう終わりでしょ。どういうこと？もう苦肉の策です。じゃあもう俺はだから力入れてもいいわけ。全然いい。これは運だから。そういうことか。あ、俺はめっちゃもう力入れてもいいんだ。僕これだってだってこれセーフじゃない？今のこれオッケーじゃない？終われました。これどういうこと？